こんばんは。やべ、シャックが止まんなくなっちゃきちゃった。また腕が止まりません。おー、やばい。シャックが止まらん。喋ってる途中に出てるかも。でもまあ言うたあと20分ぐらいしかできないのでごめんなさい。しゃくり配信です。しゃっくり止まらん。明日公演頑張ってね。頑張りましょう。かっ、コタロー来た。頭はそっこれこれ、お前だ。寝てないけど、まあまあ寝てないけど、めっちゃゴロゴロはしてた。それは見えない、全く。あ、ちょっとお取り込み中でした。やばい、マジシャッキー止まらん。え、てか聞いてほしい。なんかロンリーサブウェイの YouTube が、そう、ロンリーサブウェイはこの前のコンサートで初披露だったんですよ。そしたらそのロンリーサブウェイのなんかその初こ披露の、この前の、何だろう、この前のコンサートでやったロンリーサブウェイが初披露が YouTube に上がってて、 HKT48 の公式の YouTube に上がってて、で私も見たんですよ。ロンリーサブウェイが初めて、あの振りがじゃない、初披露してる姿、フルで初披露したんですけど、そう、見たよってありがとうございます。そうで、なんか私ももう今日見てるんですけど、なんかでコメント、そう、昨日上がりました。昨日上がって、で私コメント見たんですよ。あのどんな意見があるのかしらと思って、そう、どんなコメントあるのかしらってことで見てたら、そう、この何分何秒に映ったこの子の名前教えてほしいですみたいなあって、そう、何分何秒なんかお名前教えてほしいですみたいな、そうってコメントがあって、なんか最近動画見出してこの子になんか惹かれましたみたいな、この子の名前教えてほしいですって言って、え、誰やろうと思って返信があったから見たんよ。そしたら藤野ココハだったの。1分、そう、その1分のこうやって動画ポチって見たら私だったの。私の全然知らなきゃいけないってさがのところをやって、 そう、でもそこ見る前にコメントを見たい。そうしたら藤野ココハちゃんです、しかもチャーハン部部長ですって。やばい、クシャック。そう、チャーハン部部長ですって。そう、やっぱこういうコメント嬉しいですよね。時たま見ます、私も。でも本当にたまに嬉しい。ね、嬉しかったな。
ろう。なんかまたかよ、これかゆいんだよね。明日公園だからね。え、めっちゃ赤いんですけど。そうでもだからね、そのコメントあってめっちゃ嬉しくて、そう、まあでもその子が本当に私のところに来てくれるか分かんないんですけど、その子か分かんないけど、その方がちょっと私は本当に待ってるので来てくださいって感じです。しゃぶりの雨に答えらん、こんばんは。あーやばい、しゃくり。明日は酒狩り公園です。日曜日初めてゴガちゃんに会えるの楽しみですって。日曜日、あ、あれですかね、目撃者かな。こちらこそ楽しみにしております。目撃者、ちっぽけな目撃者。ちなみにゴールクの目撃者は何かあるかもしれませんね、私が何かあるかもしれませんね。今日はイクノちゃんの生誕祭で、絶対アクセルとかそんな大きいやつじゃないよ、ただ単にちょっとしたことだけど、ここはイクノちゃんの生誕祭です。アクセルじゃないです、マジで違う。ではこれアクセルじゃないです、アクセルは一生多分ないです。そんなそんなね、まあ言い方がよくないですよね、多分そんなに私のなんかあんまり、マジであれくしゃっくりが止まらん、ねえ、ことやろ。まあ地味にちょっと違うかもしれませんので、いつもとご愛くんのちゃん生誕6は普通の昼です、お昼公演です。うちは作ったってありがとうございます。みんなね、うちは、あ、うちはさ、写真撮ってさ、ツイッターに送ってほしいなーなんて、このうちは僕ですって、とか思ってみたりして、コンサートで買ったハートのうちは結構いいね、ね、可愛いよね、ハートなの、ハートなの可愛い。ちょっとあれですよね、ちっちゃめでしたね。
ょっとちっちゃめです。いつものに比べたらね。猫だろ、猫型とかも欲しい。コタロウの申し訳、シャクリと首が止まんない。コタロウだい、うん、やべ、声が最近なんか喉が、声がやられてて、喉とかは全くないけど、だから朝起きたらもう声が死んでます。ガラッガラ。ちなみにコタロウと一緒に寝ることはほとんどないです。あ、今日の夜チャンハンラジオやって、それは言わなくちゃ、みんなに。チャンハンラジオ何時からかな。え、25時のやつもしかして。だってもう10時になっちゃうから早くあげないと。くしゃくりやばい。1時。チャーハンのラジオはいつだっけ。でもつい最近、つい最近です。どういう風にさ宣伝すればいいんだろうね、これ。ラジコで聞けるんですよ。ラジコで聞けるので、あの起きれないなって方はラジコで配信を見てくだされば嬉しいです。やばい、ちょっと待ってよ。なんかないかな。でもなんか次収録する時までにもう時間がないから、早くあの何だっけ、そのそうし収録までを時間がないから、お便りを早めに送ってほしいらしいです。欲しいですそう、時間がないらしくて。なのでそうそう、なので聞いたら割とすぐに送ってほしいです。送ります。チャーハン部
そう、皆さん今日終わったらすぐにお願いしますね。ふかしてんじゃん。あ、ありがたい。25時からね。今夜25、ちょっと待って、ちょっとこれ時間との戦い。あら、なんかできない。やっぱしゃっくりが、え、今夜？今夜？今夜の25時？今夜。今夜。やばいやばいやばい、お便りも待ってるよ。え、もうこの放送が終わったらお便りみんなからもらえるってこと？お便りお待ちしてますとか言ってもいいってこと？え、あれだよね、私たちが決めたその企画のコーナーのお便りも送れるってことだよね。あー、なるほどね。何でもいいってこと、フリーのやつもそれもってことね。手紙、あら、もう時間がない。え、これってさ、 FM 福岡なんちゃらこんちゃらとかも行った方がいいかな。そう、こんな番組で言うっぽいんです。そう、次のね、あれが
次の収録まで時間がないらしいので、ちょっと待ってよ。送りました。はい、あ、でも56分じゃん、もう終わんなきゃ。ちょっとでもこっち書きました。じゃあ終わります。13位ワンタンメンさん、ありがとうございます。12位ちゃんとくさん、ありがとうございます。11位ヤキチャさん、ありがとうございます。10位ジョンさん、ありがとうございます。あ、9位ナナシさん、なんか本当に名前がないやつさんのやつとかじゃない方、ありがとうございます。8位ステックさん、ありがとうございます。7位リオダさん、ありがとうございます。6位アオイちゃんさん、ありがとうございます。5位カンさん、ありがとうございます。4位シミシミさん、ありがとうございます。3位ミルンクラゲさん、ありがとうございます。2位ただの魚さん、ありがとうございます。1位ヒロニャンさん、ありがとうございます。ありがとうございました皆様、本当におやすみなさい。ありがとうございます。おやすみなさい。